その生き物のその、まあ、もちろんその外見もそうなんですけど、外見もその中身の構造も全部含めて、この生き物の一番美しいところはどこかなっていうところを探すっていうのはすごく意識していますね。その生き物がその生き物であるって私たちが認識してる一番大きなポイントってどこだろうっていうのを探り出すっていうのを一番意識してますね。そうすることでやっぱりその現実と離れていく形になっていくんですけれども、それはそれで面白いのかなとは思うし、という形で作品はいつも作ってますね。いつもこう、ね、直接話してっていうことはできないんですけれども、いつも本当に応援してくださってる皆様、本当にありがとうございます。言葉をお伝えしたいなっていうのと、やっぱり映画、これから CG でこう作っていく、まあ、今制作中なのかな、なんですけど、私がまだそのどんな感じ CG が出来上がるかっていうのはまだ見てないので、すごく自分も楽しみにしてますし、ファンの方々もすごくいい映像になってると思うので楽しみにしていただけたらと思います。